こんばんは、岩田立です、えー。最初にですね、お知らせなんですけれども、えー、今度のですね、5月の28日のですね、名古屋の講演会なんですけれども、 えまだ席がですね、残っているということで、当日にですね、直接お越しいただいても大丈夫だというふうにスタッフの方からえ伺っております。できればですね、あの、事前に予約していただくと、入るのがですね、えー、スムーズに行くんですけれども、まあ、当日お越しいただいても大丈夫だということで、まあ、インターネットでね、登録するのが結構めんどくさいという方もいらっしゃると思いますので、もしそういう方はですね、直接会場にお越しいただけたらというふうに思います。え今回はですね、ウイグルの問題。 ではなかった。私がですね、お話しさせていただくのは、今日ウイグルのお話しさせていただきまして、今回はですね、ウクライナの問題と、それからですね、皇室の問題について、この講演会では語らせていただきたいというふうに思っています。内容についてはですね、まあ、整理して皆様にお配りします。で、この資料もですね、結構いっぱいお配りしますので、お楽しみにということで、ぜひ会場でお会いできればというふうに思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 さて、えー、今日はですね、今日がウイグルの問題ですね。スクープということで、中国再教育施設の内部資料が流出ということなんですけれども、えー、これ毎日新聞のですね、えー、こと毎日新聞と。えそんな新聞あったんだっけと。いや、一応あったんですよね。で、いつも大体,大体おかしなことばっかり書くわけですね。朝日新聞と毎日新聞の書いてあることのですね、まあ大体逆をやれば世の中良くなるんだろうというふうに思いますけれども、そんな毎日新聞がですね、珍しくね、 あの、いい記事を書きました。だから皆さんね、今日もしかしたらですね、雨が降ったりですね、雪が降ったりですね、槍が降ったりするかもしれないけど、ですけどね、だからちゃんと気をつけてくださいね。本当に天変地異が起きそうなぐらい恐ろしいなというふうに思うぐらいまともな記事でした。これどういうことかと言ったらですね、まあ、ただこれね、毎日新聞だけでやったんじゃなくて、最初に言っておきますとね、世界の14のメディアがですね、やっていて、その中の一つに入ってるということなんです。BBC をはじめとするですね、世界の中のニュースの中に、なぜかですね、 朝日新聞でも、産経新聞でも、読売新聞でもなく、日経新聞でもなく、毎日新聞が入ってると。どうしちゃったのというふうに思いますね。で、まあでもこれ恐るべき記事ですよ。ちょっとやっぱりね、これ、やっぱ我々が中国という国に対してですね、抱いている幻想があるとするならば、やはりね、早くその幻想からは冷めなきゃいけない。要するに、中国は明確に全体主義の国であるということを、はっきりと我々は認識しないとですね、恐ろしいことになる。つまり、 どこが攻めてくるんですかって昔ですね、鳥越俊太郎さんが私に言ったことあるけれども、NHK で。でもね、やっぱり中国がやってることっていうのは恐ろしいし、仮に日本でですね、こんなことができたらどんなことになるのか。ちょっと今日はですね、このまず記事を読みながら、次にですね、証言をですね、聞いてみたいというふうに思います。えー、逃げる者は射殺。中国のウイグル族再教育施設内部資料が流出という記事なんですね。 え中国新疆ウイグル自治区で少数民族のウイグル族らが再教育施設などに多数収容されている問題。再教育ですよ。再教育ね。え問題で中国共産党幹部の発言記録や収容施設の内部写真、2万人分以上の収容者リストなど、数万件の内部資料が流出した。これびっくりするんですね。まずですね。 当局に挑む者がいれば、まず射殺せよ、などと指示する2018年当時の幹部の発言や資料からは、イスラム教を信仰するウイグル族らを広く脅威とみなし、習近平総書記、国国家主席のもと、徹底して国家の安定維持を図る共産党の姿が浮かぶ。で、今回の資料はですね、ドイツ人の研究者である、 エイドリアン・ゼンツ博士が入手したということなんですね。で、この、入手したものに基づいて、えー、この世界の重要なメディアが、えー、内容を検証してみたと。まあ、こういうことになってます。で、えー、これね、なかなかですね、すごいですよ。えー、幹部の発言記録はですね、公安トップの超国氏、えー、国務委員兼公安省、公安ね、えー。それからですね、自治区トップの陳、えー、全国、東、えー、医初期。 チン全国って名前なんでしょうね、これはね。で、この人の演説が、録音に基づくとあり、正式な文章にまとめられる前の感情が混じった言葉が並んでいる。チン氏はですね、2017年5月28日、結構細かいですよね、の演説で、国内外の敵対勢力やテロ分子に警戒するよう求め、海外からの帰国者は、片っ端から拘束しろ、と指示していた。海外から帰ってきたら、 片っ端から拘束しちしまえと。そしてさらにですよ。数歩でも逃げれば射殺せよとも命じた。おいと、やった時に、いやいやいいやとかってやったらドーンと撃っちゃえということですよね。すごいこと言ってますよね、これね。また18年、6月18日の演説では、逃走など収容施設での不足の事態を絶対に防げと指示し、少しでも不審な動きをすれば発砲しろと命令。 これね、私が見ている限りですね、ナチスドイツのね、強制収容所とね、あの、変わらないですよね。まあ、そのガス室があったかなかったのかのね、違いはあるでしょうけれどもね。要するに、逃げる者は殺して構わないっていう発想はね、これはね、もう全体主義以外の何者でもないですよ。普通ね、いきなり射殺にはならないですよ。恐ろしいことをやってると。えー、終始を引用する形で、わずかな領土でも中国から分裂させることは絶対に許さないと述べ、 州総書記を核心とする総中央を安心させようと発砲をかけたえ。さらにですね、内部の写真ではですね、えテケス監修所というところの収容施設で、抵抗や逃走防止の訓練の様子が撮影されている。写真では、手錠や足かせ、覆面をつけられえ、連れ出された収容者が、虎の椅子と呼ばれる身動きができなくなる椅子で尋問を受けている。 また銃を持つ武装警察らが制圧訓練をしていると見られる写真や収容者が注射のようなものを受けている写真もある。これらは中国当局が過激思想を取り除くためなどとして運用した再教育施設の元収容者が証言した内容とも一致した。つまりですね。 全部あんなの嘘だよと。ああ、それ、もうね、その、よく日本でもね、出てくる人いますよね。中国のエージェントみたいな人いますよね。全部嘘だよみたいなこと言ってるね、人いますよね。中国人でね、なんかもう政治的、政治的、そんなにない <laughs> とかなんか言って、すごいなんか凶暴だね、感じしますけどね。なんかもう、でも迫真の演技ってのはああいうこと言うんじゃないかなというふうに思うぐらいね、なんかすごい人ですよね。 だけど、その人たちがね、言ってることが、やっぱり、そちらが嘘でね、やっぱりこっちの,この施設からですね、逃げ出した人たちが言ってってたことの方が、内容が一致しているということなんですね。まあ、中国の主張によればですよ、 ただ再教育してるだけだと。何が悪いんだと。生活ね、困ってる人たちが教育を受けて、そのまた、その生活できるようにしてあげてるだけで、感謝される我々はあってもですね、そんなね、恨まれる筋合いないよというようなね、まあ、ぬすっとたけたけしいというのはこういうことでしょうけれども、そういう発言をしてるわけですね。えー、さらにですね、資料を見ると、1980年代、90年代にモスクでイスラム教を学んだなどとして、17年に拘束され、 テロ行為の準備罪で懲役15年の判決を受けたケースなど、テロとの結びつきが疑問視されるものが目立つ。つまり、疑わしきは罰せよという方式で、ちょっと危ないと。多いという感じでね、疑わしきは罰せずというのが普通なんですけど、疑わしきは罰せよというね、やり方をやってると。中国当局が少しでも宗教職があると判断すれば、再教育施設や刑務所に収容しているケースが多いとみられる。 で、えー、さらにですね、中国はこれをですね、政治的に利用することに反対するとかですね、言っている。中国政府は、職業技能教育訓練センターと呼ぶ再教育施設について、イスラム教の過激思想の影響を受けた人物によるテロ行為を防ぐために設置し、19年後半に運用を終えたとしている。中国語の学習や食品加工などの職業訓練を行ったとも主張。 欧米からのジェノサイドとの指摘に、口頭無けで下心あるデマだと反論している。ジェノサイドというのは何度も申し上げてますけれども、20世紀に作り上げた造語でして、レムキン博士という方がですね、作った一民族をですね、地上から抹殺するということですね。これをジェノサイドというふうに名付けました。でジェノサイド禁止条約というのがありますけど、日本はまだこれ加盟してないっていう状態ですね。私もこれ早く入った方がいいというふうに思ってます。昔から主張してますけど。 で、さらにですね、中国のですね、えー、副報道局長はですね、定例記者会見で、反中勢力が新疆を貶めようとする最新の事例であり、彼らのこれまでのやり口と全く同じだ。信教社会の安定と繁栄、人々が安らかに暮らし、働いているという事実を隠すこともできない。やったまあ、本当にね、だからね、 どこまでね、平然と嘘つくのというのがね、やっぱ今回のこの中国の報道のあり方なんですよ。報道というか発表なんですよね。要するに、事実でね、こういろんな資料を調べていこうですよというふうに言ってもね、 全くそんなことない。だからね、私はね、いつも思うんですよね。その中国とのね、歴史的な議論をするじゃないですか。例えば南京大虐殺の問題だとかね、いろんな議論をする。で、私はね、その歴史の学者じゃないから、その細かくね、ここの部分が違うと、あそこの部分が違うっていうことはね、言うことはできないけれども、でも、大前提としてね、やっぱ本当に真実をね、あの、包み隠さずに伝える国なのかどうかっていうことをまずね、考えてみると、そうじゃないだろうと。つまりね、 全体主義っていうものの特徴はですね、あの、真実をこの国家権力が独占できるっていうことなんですよね。で、その自分たちに都合の悪いものは真実じゃないと、むしろ嘘だというふうに言う。これ別にね、今の現在のウイグルの話でこういうことをやってるわけであって、それをですね、過去にね、遡ってやってないっていう保証は全くないわけですよ。だからソ連がですね、昔価値の森というのでね、自分たちがポーランドの証拠をですね、虐殺したのをナチスのせいだと。 いうふうに言ってね、最後まで言い張ったわけですよ。で、いわゆるですね、進歩的文化人というかですね、まあ実際のところね、進歩的文化人って自分たちは言ってるけど、大英的野蛮人って方が正しいですよね。 この大英的野蛮人たちは、ソビエトが言ってるんだから本当だろうとこういうようなことを主張するわけですよ。なので、カチンの森はね、あの、実はですね、あの、これはソ連がやったんですよというようなことをですね、その人たちに向かって言うとですね、こういう人たちはカチンと来るわけですよね。なお、まこれも良くないわけですけど、でも歴史の事実はどうやって出てきたかって言ったら、 ソ連が崩壊してですね、スターリンとベリアがですね、それに署名してるっていうね、資料が出てきたんです。で、これはずーっと隠蔽された。あったんですよ。あること分かってんのに隠蔽してるんですよ。ということはね、中国と日本との間のね、歴史問題いろいろありますけれども、その中にもね、じゅ、実は中国は知ってるんだけど、その資料をね、金庫の底にですね、隠してあって、で、あの、表に一切出してないってことだって、十分あり得ると。 いうふうに思います。私はやっぱりだからね、開かれた社会でなければですね、歴史とかね、えー、議論してもね、意味がないと思いますね。要するに、批判することが犯罪であるみたいな国家においてですね、その国家が真実だと、これが真実だって言ったことに対してですね、違うって国内で言えない、そういう国において、何かですね、歴史的な問題について議論するっていうこと自体がね、他国が、あ、もうやめた方がよろしいと思いますね。つまりその国が潰れるのもあった方がいいと。 で、そうでなければですね、永久に真実じゃなくて、それはプロパガンダの可能性がありますからね。だって、自分たちがこういうですね、一歩でも、数歩でも逃げれば射殺せよとかですね、えー、当局に挑む者がいればまず射殺せよと、どんどん撃っちゃえっていうようなことをね、言ってるのに、えー、これはね、えー、食品加工の職,、えー、職業訓練を行ってたんだとああいうようなこと。なんでね、 食品加工の職業訓練を行うところでね、逃げ出したらね、射殺されなくちゃいかんのですか。全く理由わからないでしょ普通に考えたら。だからこういうことを平然と主張してるわけです。で、それでですね、今回ですね、また改めて紹介したいのはこの本です。重要承認、ウイグルの強制収容所を逃れてということなんですけれども、これがですね、 サイラグル・サウトバイさんという方がですね、ウイグルで生まれたですね、カザフ人女性の方の経験が書かれてるんですけど、これをですね、アレクサンドラ・カベリウスというジャーナリストの人がですね、まあ、こうまとめている本です。で、この本の中でですね、えー、すごいなというふうに思うんですが、この人はね、 ウイグルの強制収容所で教師をやれというふうに言われたんです。つまり中国語の教員をね、やれというふうに言われた。でその中にね、書いてあるのがね、これ本当なのかなって思うぐらいね、恐ろしいことがいっぱい書いてあるんですよ。えー、か例えばね、午前9時から午前11時は検査の時間があるとかですね、えー、ノートを確認するとかってあるんですけど、私もびっくりしたのはね、午前11時から正午にあるとですね、どんなことやるか。11時になると、監守、もう監守ですよ。 はっきり言ってね。だからもう、訓練じゃないわけですよ。監視なんですよ。要するに、もう、だって逃げたら撃ち殺せって言ってるんだから、もう、それは、凶悪犯と同じじゃないですか、そんなのね。で、凶悪犯の監視みたいな人たちがですね、収容者一人一人に A4 サイズの段ボール箱を一つずつ配る。それぞれの箱にカラフルな文字で言葉が書かれている。番号1番の収容者が箱を頭上にかざし、頭上にかざし、大声でその言葉を読み上げると、全員が一斉に、 中国人であることは私の誇りだと何度も同じように繰り返した。そして次の人が自分の箱を掲げ、私は習近平を敬愛すると叫ぶ。漢民族でないものは、党や政府からは人間以下とみなされていた。だからずっとこういう洗脳教育をされているわけですね。で、さらにですねえ、次の箱を手にした私も昭和に加わなければならない。私の命と私の財産は全て党のおかげです 中国共産党ですよ。のおかげです。こういうことを何度も繰り返される。で、さらにですね、で昔ですね、ウイグルの宗教的な行事を祝って逮捕されたウイグル人の男性がいたそうです。で、その人のこと気づいちゃった。その先生やってるこの女性がですね。ああの人っていうふうに思っちゃったわけですね。で、そういう個人的なものも全て禁止されてるんですよ。なんだと。 なんだあいつのこと見てたんだというふうにね、いうふうに言われるわけですね。すごい恐ろしい社会なんです。つまり、もう人間関係がね、全部がもうバラバラにされてね、後トムされてるっていうのはまさにこういうことその原始化されててね、つながりっていうものを全部切り裂いていくわけですよ。で、切り裂いてって、ちょっとでも友人関係があったとか、そういったことがバレたら大変なことになると。でも、分かっちゃったわけですよね。で、あの、彼の姿をよく見にしていた。25歳ぐらいのきちんとした家の人だったと。 とても優しそうで幸せそうな人で、この人が、えー、宗教的な行事を祝って逮捕されたウイグル人だった。その人がここにいる。今の彼は全く別人だ。目は死んでおり、口をポカンと開け、共産党万歳と叫んでいた。怖いですよね。バーっとしちゃってね、あ共産党万歳とかいきなりね、叫ばなくちゃいけないわけですよね。もうまさに洗脳っていうのはこういうことのことを言うんじゃないのかなというふうに思いますけれどもね。 さらに、次次に進みます。昭和は延々と続けられた。昭和ってあの昭和じゃないですよ。あの、唱える方の昭和。えー、党を来参し、その舵取り役の習近平をた,たえ、中国を賛美する。集団全体がまるで一つの口になったように、全く乱れのない昭和だ。党がこの命を与えてくれたから私は生きている。党が存在しなければ新しい中国はない。怖いですよね。 もうこれ、将軍様のおかげですっていうね、あの北朝鮮のね、中止思想とね、ほぼ変わらないですよね、これね。まあ全体主義っていうのはこういうふうになっていくわけですよ、えー。他にもこういうのがありますよ。例えばですね、先ほどね、えー、あったでしょう、この中に、えー、記事の中にあったあのはですね、少しでも宗教色があると判断すれば再教育施設に、えー、送られるということなんですけどね。あるいは、えー、外国から来たね、えー、外国から帰ってきた人間はですね、 関外からの教訓者は片っ端から拘束しろというような話。これは、これは例えばですね。職員の一人が最前列に座る13歳の少女に向かい、なぜお前はここにいるのかと声をかけると、彼女は弾かれたように立ち上がりって、立ち上がってですね。私は恐ろしい過ちを犯し、カザフスタンの親戚を訪ねてしまいました。もう二度とこのような真似をしません。 外国にいる親戚をね、訪ねることが犯罪であって、その収容所に入れられてですね、その地獄のようなね、洗脳教育を受けなくちゃ理由にならないっていうね、本当に恐ろしいことがですね、今行われているわけですよね。で これはね、本当にね、ここはね、まあまだ私もですね、こ、こ、こっちのね、情報にも出てきてないんですけど、え、この方がね、言ってるのでね、すごいこと書いてあるんですよ。で、書類が回されてきてですね、北京からの機密書類っていうのがあって、で、第3段階まで書いてあるっていうんですね。第1段階、第2段階、第3段階。で、その恐るべき真実。で、じゃあ第1段階って何かと。1はですね、え、これが、2014年から、 2025年ぐらいだと。何が書いてあるかっていうとですね、えー、これ、新教においてですね、えー、同化する意志を持つものは同化。そうでないもの以外は排除と。排除って怖いですよね。排除ってどういう意味ですか我々、あの、排除って言ったらですね、あの、 小池、百合子でございます。とかいう人がですね、排除させていただきますとかなんか言ってね、党に入れないとかっていう希望の党のことを思い出すかもしれないけれどもね。この排除ってそうじゃないでしょ。え例えばですね、全体主義の一つの,あの特徴にですね、例えばナチスもそうなんですけど、殺戮するとか言わないんですよね。あの、ユダヤ人を殺戮するって言わずになんて言ったかっていうと、最終的解決って言ったわけですよ。最終的解決って言うとなんか、 問題が解決したみたいにそんな罪の意識ないですね。だけどこれって、絶滅させろって意味なんですよ。この排除っていうのはね、どういう意味なのかっていうのは、やっぱり私はね、これは、やっぱり、あの、もっと恐るべきことだと思います、ね、た,ただ追放してしまえってことではなくてですね。そういう人間は、地上にいらない。地上から排除しろという意味ではないかと思いますね。で、第2。これはですね、2025年から、 2035年ぐらいだとでこれはですね中国国内で同化完了で近隣諸国を併合どういうことかというとですねキルギスカザフスタンウズベキスタンなどさまざまな国が一帯一路構想や手厚い融資制度によって次々に掌握されていくとでこういったものがですねこの介入していくんだということこれ第3段階はですね 2035年から2055年。中国の夢の実現後。夢の実現後。ヨーロッパの占領と。いうことが書かれてます。これが第三段階がある。ということで、この機密書類の第三段階計画というのが書かれていた。 彼らが私の手に押し付けた書類には政府の3段階計画が記されていたということで、これにつわかれてるんですね。私はこれはですね、まだね、この本の中で読んでいるだけでね、そういったそのスクープとかですね、見てないから、これが確実にそういうふうに中国があるよということは、それは断言できる状態にはありません。しかしですね、この方たちが言ってることがですね、 で、次々とスクープされて、あの、最初嘘だとかね、あの、なんか、職業訓練してるだけだとかっていう話がね、やっぱり、あの、その、習近平万歳とかすごい恐ろしい洗脳教育されてるってのは明らかになってるわけですよ。そうするとね、もしかしたらこの3つだって本当にね、言ってる可能性は、ゼロではないですよね。で、しかもですね、わ私が恐ろしいと思うのはですね、 近隣諸国を併合って言った時にですね。で、まあ、この方は、そっちの方のウイグルのとか、その、え、なんていうかな、ね、イスラム系の方のことをですね、中心として語ってるけど、近隣諸国ってそこだけじゃないですよね。あの、アジアの近隣諸国って言ったらですね、まずパッとね、思うのは、諸国にすら入れてもらってないですね。中国の一部とされてる台湾。それからですね、尖閣を含むですね、沖縄ですね。マカ彼らの言う琉球ですよね。 えと言った問題え。こういった問題もねえ、これはもしかしたらですね、併合というところに入ってくるんじゃないのということをですねえ、思わずにはいられないですね。えまあ、これはね、既遊で済めば一番いいんですよ。ただし、こういう証言が出てるっていうことはやっぱり我々日本人はですね、心に刻んでおくべきだというふうに思います。そしてね、もう一つ大事なのは、やっぱり中国っていう全体主義国家は真実がわからないから、我々はね、いや 普通の国と付き合う以上のね、警戒をしながら付き合わなくちゃいけないというのは、これ当たり前のことだと思うんですね。それなのにね、あなんか、あこの間先日見てたら、バイデン大統領とですね、えー、この岸田あ総理がですね、会談した時にね、反対とかっていうね、なんかこういう声をね、えー、上げてる人たちっていうののなんか、あのー、デモ行進みたいなのがあってね、今またね、日本とアメリカが中国に戦争を仕掛けようとしている、これには断固反対だ、とかなんかね、 この人たちは白チュームでも見てるんかというね。えっと、えっと、日本とアメリカが中国攻めるって、どう、何をどう解釈したらそんな風になるのかね。全く意味がわからないんだけど、そういうことをね、堂々と日本は主張する。まあ、日本っての言論の自由があっていい国だなとは思いますよ。そんなデタラメなこと言ってもね、あの、なんか真顔で取り上げてくれるわけですからね。 だけど、本当に悲劇はですね、このね3段階は分からない、分からないけれども、でも、おそらくですね、そのなんか習近平万歳だとかね、その宗教的行事にちょっと加わっただけで、あの、連れて行かれてですね、共産党万歳もう虚ろの目でね、共産党万歳しか言えなくなっちゃうとかね、いうようなことは行われてるわけです。だからこそね、通報でも逃げれば射殺せよとか、え当局に挑む者がいればまず射殺せよなんて恐ろしいのが出てるわけですよね。だって、この段階で普通じゃないでしょ あの、こんな異常なことってないですよね。当局にちょっとでもね、反対したら射殺チェアなんてね。これ自由と民主主義のね、基本的人権が尊重されてる我が日本ではありえないことですよね。でもそういうことが中国で平然と行われているということです。そして外に向かってはですね、そんなことは何もありませんよということを言ってる。私はね、これ中国っていうのに対するね、警戒っていうのをやっぱりあの強めた方がいいと思う。で、これだけのね、スクープをしながらね、毎日新聞よと。あなたたちに言いたいと。 なぜ中国にそこまで融和的なんだと。知ってるんならちゃんとやれよと。なんで中国に対してね、そんなにね、あの、こう、なんか、こう、なんていうのかな、お世辞を使うというかですね、誤魔をするというかですね、もうなんかおかしいんじゃないのというふうに思わざるを得ないですね。やっぱ私は中国に対してはですね、日本はウクライナがですね、ロシアに警戒していた以上にね、やっぱり中国に対して日本は警戒しなければならないというふうに思います。で、これは何度も申しますけど、 中国人をね、一人一人憎めとかそういう、中華料理を見たらね、叩きつけろとかね、そういうね、なんか野蛮な話をしてるわけでは全然ないですからね。あの、中国のね、人だとか、例えば私だって、三国志大好きだし、うん、その昔はですね、私は中国の研究者になりたいと思ってたんですよ。三国志の研究者になりたいと思ってたんですね。それぐらい三国志好きだったんです。 だけど、今このね、時点において全体主義国家中国であるっていうのを、これを忘れてね、中国は素晴らしい、あの昔の論語とかやってた講師の国だとかね、こういうのを抱いてもいけないと。だからやっぱりね、全体主義というこの体制そのものはね、やっぱりきちんと認識しなくちゃいけない。で、中国の人一人一人はね、それはいい人もいれば悪い人もいますよ。それ日本人だってそうでしょあの、日本人はね、まあ、確かにね、穏やかでいい人多いと。 で、多い少ない論で言えば、穏やかで、えー、いい人多いと思いますよ。でも、浅原昌子だっていますしね。ああ、共産党の C さんだって日本人でしょだからそうやって考えてみるとですね、あやっぱり日本人の中だって変わった人いるわけですよあ。ね、他にもいっぱいいるでしょそういうなんか、あの、凶悪な犯人。それから、あの、ね、なんか、いろんな人、日本人だっています。で、だから中国人の中になってですね、それは、あの、いい人もいれば悪い人もいるわけですよ。だけど、それはそれなんですよ。 国の政治体制としてじゃあどうかって言ったらね、やっぱりこれは悪い体制ですよ、中国は。申し訳ないけれども、いい体制ということはできないですね、これは。だからやっぱりそこに対して警戒を我々はきちんとしておくということは絶対に大事だということを申し上げたいと思います。さて、えー、イソップグアです、ね。232、アイアンドロスカハンの狐。これは大きな川らしいですね。昭和時代のプリューギア地方に発し、西に行ってですね、エーゲ海に流れ込む大河だそうです。 ある時、狐たちが水を飲みたくなって、アイアンドロス川のほとりに集まった。水がゴーゴーと音を立てて流れているので、お互いに促し合うばかりで流れに入っていく勇気がなかった。お、ちょっと入れよと。いや、お宅からどうぞと。いやいや、お宅どうぞと。まず、これ、まあ水いっぱいありますぜと。どうぞどうぞと。ね、言ってた。えー。 中の一匹が他の連中を馬鹿にしてやろうと進み出て、皆の臆病なのをあざ笑い、人より勇敢なところを示して思い切りよく川に飛び込んだ。たちまち川の中流へとさらわれたが、他の狐たちが川岸に立って、我々を見捨てないでくれ、戻ってきて安全に水が飲める折口を教えてくれ、と叫ぶと、え、こちら、流されてる方の狐、えー、は、流されながら言うには、俺はミレトスに用事がある。そこまで手紙を届けたい。帰ってから教えてあげよう。 結論。辛いりから我、えー、我と我が身を危険に引き寄せる人のための話。辛、まあ、いりだということですね。まあでもこれね、いろんなね、考え方で,できますよね。なんか、逆にね、なんかペンギン症候群とかっていうのもあるでしょ。ペンギンってなんかこう、下にね、このペンギンを食べちゃうアザラシですかね、えー、かなんかがいると。トドなんですが、アザラシなんですかね。ちょっとよくわからないけど、えー、あの、雪の下にね、なんかそういう,うペンギン食べちゃうのがいるということでね。 ペンギンってずっとなんかいっぱいいるでしょあの、あの氷の上になんかみんなこう、並んでるじゃないですか。あれね、最初に飛び込んだやつが食べられちゃうらしいんですよ。だから、いや、どうぞ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 とやってるわけですね。だから誰かが飛び込まないとできないんだけど、だけど飛び込んだ人がやられちゃうかもしれない。だからまあ難しいですね。これをね、辛い針。ね、だからね、ここってやっぱり僕本当に面白いと思う。これ辛い針と取るか勇気と取るか。結局ね、結果が左右してるだけですよね。結果がね、 あの、下でね、成功した場合にはですね、この人はですね、勇気ある人,人だというふうに言われてですね、結果がね、悪くて流されちゃったり、それ食われちゃったりすると、バカだと辛い威張りして最初にやって。だからね、難しいですよね。やっぱりね、あの、結果を見て人間というのはけ結構判断するんだなというのもですね、勇気があるっていうふうになるのか、それはただ威張って万有をね、振るっただけなのかっていう、その差っていうのは何かって言ったら、結果だろうというふうに思いますね。 大体私なんかねいつも思ってるんですけどあの結果ってね本当に残酷だなと思うんですよ成功したねテロリストのことを大体革命家って呼ぶわけですよで失敗したテロリストはただのテロリストのままなんですよねだからこの辺がやっぱりあの政治っていうのは結果なんであってだから結果っていうのは非常に重要だけど我々が大事なのはですね結果は知らないでその時代を生きてるということですねだから 結果を知ってる我々があれをどうのこうのっていうのは非常に簡単なんだけど結果を知らないで生きてるっていうところにやっぱり人間というかですねのまあ悲しさというかですねがあるんじゃないかなという気が私はいたします。え今後もですねこの番組を継続してまいりたいと思いますのでチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですねこの番組を継続するに際してご支援を賜られる方は下記の振り込み口座よりご支援賜りますかあるいはですねメンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。